そこで私は別な場所を提案いたします。どこなんですか？滋賀県大津市にある私立高間学園高校。歴代管理職は必ず学園 OB が務め、小沢派は冷遇されていた。修学旅行の旅行先を決める会議で魅力的なプランを出せば、理事会の支持を得られ失脚を免れることができる。そう踏んだ外様派が出した案は福島であった。果たして彼らの狙いは清掃の部なのか、真に被災地に寄り添うためなのか。滋賀を舞台に笑いの内閣が福島へ観光に行く意義を問う学園政治劇、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。